こんにちは、にじこです。風さん、昨日は長野でね、盛り上げていらっしゃったようですね。このぐしゃっと握ってるこの子は、アルクマちゃんというキャラだそうで、信州長野を歩き回るクマちゃんということで、アルクマちゃんっていうそうですね。リンゴかぶってるクマちゃん、ね、もう本当になんか角生えてるみたいに見えるけど、風さんたまたまでしょうけどね、ね、こんなぐしゃっと可愛いね、可愛い子、可愛い顔してこう一緒にツーショットで、またこれもそうそう、これソールドアウトになっちゃったらしいですね。これもすごいですね。あるくまちゃん、すごいですね。行くとこ行くとこね、もうご当地キャラがいなくなってしまうというね、すごいですね。ね、お疲れ様でしたね。はい。で、今日はお休みだね。今日と明日もお休み。お休みっていうか、ツアーはないということでね、お仕事は何かしらやることはあるんでしょうけれども。で、6月2日が静岡、そして三重と続くわけですね。ちょっとね、ゆっくりされるといいなと思いますけどね。はい。それから、めっちゃむさんが、なんか群馬のライブに、布袋さんが、群馬のライブ行った人のツイッターに布袋さんが反応されてたと、なんか教えてくださって、で布袋さんのとこ行ったらね、なんか布袋ギター柄のなんか小包になんかいろいろ入れて持ってきて、なんか風さんと藤スタッフさんが布袋さんの足上げアクションをしてたっていうツイートに対して、見たかったなーってツイートされてるんですよね。で、これ布袋寅泰とはハッシュタグにないので、布袋さんは藤井風でここにたどり着いたのかなと思ったんですよね。もしかして布袋さん、風さんのファンね、なのかな。やっぱりミュージシャンとしてこの藤井風というミュージシャンはこう無視できない存在ということで注目されているのかもしれませんね。ね、すごい人がどんどん風さんに風さんを注目されているというのが分かって嬉しいですね。はい。そしてズッツさんからのダイアリー、また届いてましたね。本当にニューヨークも似合うけど、この大自然も似合いますね、風さんはね。なんかこの手を大きく広げた姿は、こう大地のパワーを受け取ってるみたいなね。本当にこの山のすごいエネルギーを受け取ってるようにも見えますし。で、祈りのポーズ。風さんといえば祈り。ね。この祈りのポーズもね、世界の平穏を祈っているんでしょうか。長野の地によろしくお願いしますとね、ご挨拶してるんでしょうかね。だけどこの本当にね、似合いすぎてますね。この緑、青い空に緑に、そして藤井風さんと似合いすぎてますね。なんかどこに行ってもしっくり来させてもろとりますと以前ね、風さんもおっしゃってましたが、どこ行っても馴染んじゃいますね。なんかこの素朴な感じが祭りの MV の人と同じとはちょっとね、ピンとこないですけどね。で、ちょっとまたズズさんの読ませていただいてもよろしいでしょうか。これは藤井風アプリにあるダイアリーですね。藤井風アプリ、ぜひまだの方はインストールしてくださいね。はい。 AAHT 旅日記その6、マネージャー買わず、2022年5月29日。こんにちは、
本日 AAH ツアー7公演目、長野県にある北斗文化ホール。これ北斗ってあのキノコの、キノコの子の子、元気な子のあのね、キノコの北斗さんですよね。すごいですね。なんか北斗さん長野で大成功されてますね。まあそんなことはいいんですけど、ホールに名前がついちゃうね、うん、北斗文化ホールね、はい、なんかようこそ長野ってね、あるくまちゃんがいっぱいいて、ご当地のポッキーとかね、いろいろリンゴジュースとかね、うん、本当にお迎えのね、様子がこうよくわかりますね。はい、そしてそれにしても長野は山が近いっすねって、このね、風さんがこう山のパワーって感じでもらってるみたいな、この写真がありますけど、うん、長野はね、山だらけですよね。確かにね、私はスキーでね、昔はよく白馬とか行った覚えがありますけど、白馬半分長野、半分長野、半分新潟みたいな感じだっけ、違いましたっけ、違うか、それはあのマダラの方かな。まあいいや、そんな話はいいですけど、はい。朝一、私スタッフに内緒で仕込みサボって遊ぶとしたら長野はどこで遊べばよいですかね。共同北陸、まさきさん、やっぱ近くだと川中島古戦場史跡公園っすね。ということでちょっと遊んできました。もうずつさん、スタッフに内緒で仕込みサボって遊ぶとしたらっていう、これをねつけるところがいいですよね。うんね、で風さんとね遊んできたんですね。でもこれも遊ぶっていうけど、やっぱりそのお邪魔する場所の土地になんか馴染むとかね、ご挨拶とか、そんな意味もあるんじゃないかななんて気がしちゃうんですけどね。うん、気持ちよさそうですね、この川の中入ってね、風さんも。うん、Google ピクセルがすごいのか、長野の緑が綺麗すぎるのか、肉眼で見てもやっぱり長野の緑が綺麗すぎ、本当に綺麗ですね。もうなんか絵みたいっていうか、本当にこのまま絵はがきにしたらいいんじゃないっていうぐらい素晴らしいところですね。この度共同北陸エリア最終公演、今夜の祭りは長野ね、祭りのポーズしてますね、風さんもね、東屋みたいなとこでね。さあ本日はどんなアロンアットホームになるのでしょうかってね。なんかこの場所って川中島古戦跡ってねいうふうになってるけど、武田信玄と上杉謙信の戦いで有名な川中島のね戦い、その場所だそうですね。なんか1万2000平方メートルという広大な場所でね、うん、ね、のびのびとね楽しまれたんでしょうか。うん、ねえ、本当になんかあっちこっちをこうね転々とするの大変そうだなと思ったけど、なんかこう楽しんでる様子を見せてくださるとね、ちょっとほっとしますね。うん、はい。そしてちょっと皆さんのコメントをご紹介したいんですが、ライブに行ってきた方のコメントもね、ちょっと、はい、まず小桃さん、私もグッズが欲しいから買ってますが、あのメッセージを受け取りたい気持ちが一番かもしれないですって。そう、お手紙の話をね前回したんですけど、風さんのお手紙、そう、なんかねあのメッセージが、まあ、お手紙ではないけども印刷だけど、でもねなんか風さんの肉筆でね書いてくれるちょっとした言葉がね嬉しいですよね。みんなあれ本当にお宝ですよね。うん、それからのりんさんが風さん効果すごいですよって、777777のジョイマンさんがなんか以前サイン会したら0人だったって、0人ってそんなことある、逆に
あんなに一世を風靡した人が、うん、それでなんか目指せ100人イベントでなんと100人も来た、あ、じゃあ300人も来たそうです。これもきっと風テレビで多くの人が見たからではってね。え、やっぱり藤井風テレビで一緒にななななんってやった藤井風花風っていうね、あのあれの影響大でしょうね。うん、よかったですね。もういろんな人を幸せにしてますね。うん、はい。それからもかここさん、昨日高崎ライブに行ってきました。あ、いいですね、行ってこられたんですね。圧倒的な歌声ときらめくピアノを全身に浴び、そしてトークなど泣いたり笑ったり踊ったり風さんの愛を感じるとても楽しい時間でした。いいですね、最高ですね。うん、そしてちなみに群馬ちゃんだるまはネットですでにソールドアウトです。風さん、日本の経済を活性化してますね。本当ですよ、やっぱりソールドアウトなんですね。行くとこ行くとこソールドアウトね。うん、それからかよさん、初の生風さん本当にすごかったですって。もうなんか本当に楽しかったみたいですね。で、なんかにじこさんの好きな曲ウィーク歌ってたと思いますって。いいですね、いいですね。ねえ、いいな。はい。それからさらに羨ましいバードラバーさん、昨夜長野の風さんの新居にお邪魔してきました。新居にお邪魔ね、なんかそういう感じらしいですね。本当にね、5、6メートル先に確かにいましたって。風さんがですよ、うん、ゆるゆるキメキメな風さんの魅力が詰まった圧巻のライブでした。はあ、ねえ、いや、いろいろそしてあったみたいですね。あの、そう、それで最後に長野は野菜も果物も美味しくて大好きになったからまた絶対来る、宿題ももろたしと、なんかリクエストで長野県か、長野県の歌があったそうで、でうまく歌えず悔しがって次回までに練習してくると宣言したって。それはちょっと無茶じゃないですかね。いくらなんでも長野県の歌っていう。すごいですね。ねえ、いやー、ねえ、楽しそうですね。でも本当に有言実行な風さんだから多分またね来るでしょうね。うん、はい。それからミクボさん、高崎のライブに息子が行ってきました。仕事のことで悩んでたのですが、あまりの天才を目の前に一度は絶望してロンリーラプソディで泣き、ダムでテンション上がりライブ終わる頃にはもう少し頑張ろうと思えたと言ってました。ライブから帰ってきた息子は興奮してて久しぶりにあんなに楽しそうな姿を見ました。本当に風さんはすごい人ですねって。いやー、ねえ、落ち込んでた息子さんをね一気に元気にしてしまったんですね。もう少し頑張ろうと思えたって、うん、すごいね。そう思わせてしまうライブをやる風さん、いや、救われてる人いっぱいいるでしょうね、こうやってね。うん、はい、よかったですね。それからミキさん、昨日名古屋公演行ってきました。長野県には県歌、県の歌というものがあります。小学校の授業でも叩き込まれ、県民のほとんどが知る歌です。そうそう、なんか昔ね、なんか県民賞かなんかで見たことある、長野県民はみんな長野県の歌が歌えるっていう、いきなり聞くとみんな歌うっていうのね。うん、それを会場でいきなりリクエストされた風さん。もちろん歌は知らず、でもどんなに違うメロディーになろうとも歌い続け、会場は大爆笑。こんなアットホームな空気感なのと驚くほどでした。そして風さんは人を喜ばせたい一心で生きている方なのだなと改めて感じました。さりげなく長野の方言を使う場面もあり、ステージにも出てくる地域の名産品も含め、今回の地方公演では事前に様々なことを調べてくださってるのだなと感激しました。
県民はそんなことに触れてもらえるだけでも本当に嬉しいのです。本当ですよね、嬉しいですよね。知ろうとしてくれるっていうのが嬉しいですよね。昨日より今日はまたいい日にしようと意識している、できなくてもそうなるよう努力はするといった内容の言葉があったと思います。何もかもさらっとやりのけてるように見えて、きっと陰ではものすごい努力されているのだなぁとまた泣けてきました。すべてが一生の思い出になりましたって。いやーね、泣けますね本当にね。陰でね、準備は相当されてるんでしょうね。なんかさだまさしさんのライブをちょっと思い出しちゃったんですけど、さだまさしさんは全国43都道府県全部回られたんですよね、確かね。で、私も昔実家の方で行ったことあるんですけど、こんな小さな町まで来てくれるんだって思ってね、本当に感激したし、そんな特にトピックもないような町のそれでも探していろいろ話してくださったことが本当にね嬉しかったのを覚えてるんですよ。でも風さんもまさにそんな感じでね、行った土地行った土地へのリスペクトからいろいろ調べてね、来てくれる方を どうやって喜ばせようかってきっと考えてくれてるんでしょうね。ね、本当になんかそういう気持ちが嬉しいですね。でさらにね、素晴らしいライブだなというのが分かって、さらに見てみたいという気持ちも募りますよね。どうかどうか円盤出してくださいと願うばかりです。はい、はい。そして今日もねお誕生日の方がいらっしゃいます。カズママさん、5月30日に誕生日を迎えます。先月14歳になる息子の誕生日にお祝いコメントをいただいたばかりなのですが、おかげさまで一度きりの14歳を謳歌しているようです。改めてありがとうございました。私もにじこさんにお祝いをいただき、少しでも彩りある毎日を過ごせたら幸いですということで、はい。でなんかにじこさんの癒しボイスと風さん情報を拝聴したくて、にじこチャンネルがすでに日課になっているのですが、最近は風さんの話題をできる友達がいなくて、コメントもいつしか日課になっています。いつも本当ありがとうございます。にじこさんの風さん情報からの考察とリスナーの皆さんのコメントからいろいろな気づきをいただき、日々感謝。これからもにじこチャンネルを満喫させてください。ありがとうございます、嬉しいです。ねえ、カズママさん本当に5月30日お誕生日おめでとうございます。ねえ、息子さんとも誕生日近いんですね。そうね、息子さんのお祝いもさせていただきました。ねえ、カズママさんもね、これからまだまだ本当にお若いから、私からしたらお若いからね、もう本当に人生もう可能性に満ちてます、本当ですよ。だからカズママさんが思うこと感じること全部それを叶えていって、自分をねどれだけ楽しませるか、もうそれだと思います。もうこの地球に来た意味っていうのはね、自分をどれだけ楽しませてあげるか、どれだけハッピーに生きるか、それをこれからも突き詰めて、そんな突き詰めてってそんな難しく考えなくていいんですけど、自分を楽しませるってことをどんどんやっていっていただけたらと思いますね。まあ風さんを知ったことでもね、楽しんでますけどね、もっともっと人生を謳歌してください。はい、おめでとうございます。はい、ということでね、今回もねありがとうございました。もう風さんのこのね、何とも言えない笑顔、もうこれだけでなんか我ら風族は緩んで嬉しくなっちゃいますよね。もうとにかく楽しんでいただきたい、それだけですね。風さんもチーム風の皆さんもスタッフの皆さんも、はい、ということで今度は静岡ね、静岡の皆さん楽しみですね。
はい、ありがとうございました。ではまた。